皆さん、こんばんはマーティン。でーヌミアクーケンギタクです。赤川花火大会、今年も大規模な開催2年連続中止。その大概企画として、来月7月23日から8月21日まで、毎日30発ずつ花火が打ち上がるんです。ムーム。はい。なんとなんと、赤川河川敷だけではないです。8月1日から12日まで、松川岡開墾で花火打ち上がります。私ももちろん、 見に行くつもりと検討しております。ぜひ、医療従事者ももちろんですが、皆さん、国民の皆さんに、コーラ収束を祈って、ドカーンと打ち上げましょうタイムはい。赤型花火大会本当に見たかったですね。はい。去年も中止で残念ですが、今年も2年連続中止を余儀なくされ、代わりに30発ずつ毎日打つとはってた本当になんて夢のような話でしょう。内川も景色絶景かな絶景かな。 見えますねはい。まあ楽しみでもあって花火見ながらビール枝豆つまむのもいいですがねはい。お祭り気分も味わいたいもんでございます。はい。というわけで以上です。バイバイ。